演舞開演。どうも、私のズレズレなる日常演舞さんですよね。はい、そのいうわけで本日はこちらパン工房ムーニャンというお店の無添加クッキーというものを食べてみたいと思います。パン工房さんのクッキーちょっと食べたくなりますが、どれ食べたな。まあ食べてみれば分かりますよね。結構大きいですね、これ。はい、こんなふうに6枚入っていますね。ではまずは最初の代表者としてこちらのクッキーね、断面を見せていただきましょう。うわ、結構硬い。はい、断面はこんな感じですね。こりゃ美味しそうだ。ではいただきます。生地の分厚さ、ザクザク音がすごいです。心地いいです。美味しいです。いずれのクッキーも固めで分厚く食べ応えが結構ありました。最初に食べたのはオレンジピールで、ちょっとオレンジの酸味が効いていて美味しかったです。そして次に食べたのはココナッツなんだかな。ガリッガリッといういい音が口の中でずっと響いていました。噛んだ瞬間に顎の鍛えるトレーニングになりそうでよかったです。そして3つ目のチョコレートは、チョコレートが結構甘めで濃厚でとても美味しかったです。硬いクッキーでよく合っていますね。なんか硬いというのイメージ悪いよね。では残る30、まずこちら、これアーモンドかな、中央に乗ってる。ではいただきます。トッピングの音がまたいいですね。そして香りもすごい。最初に食べたのはやはりアーモンドでしたね。アーモンドの香ばしさを口に入れた瞬間に感じることができました。2つ目に食べたのはくるみでしたね。アーモンドとはまた違うくるみのカリッとした食感、とっても良かったです。そして最後に食べたごまは、ごまの香りが口中にぶわっと広がってきて、食感も感じられてとっても美味しかったですね。なんかとても美味しかったとしか言ってませんよね。もうすごい伝えないかな。でも温めで分厚く食べ応えのあるクッキーとっても美味しかったです。ソフトクッキーもいいですけど、こういうタイプとしてタイプもいいですけど、クッキーの生地が美味しかったので、今回は一律でこちらの点数とさせていただきます。やっぱりトッピングはいろいろありますからね。クッキーの生地で本来の美味しさが決まる、そんな感じがします。今まで食べたことないスワメ科の薬を目指すはその先に。スワメは何かの薬を求めているのでしょうか。ご視聴ありがとうございました。コメントしていただけると嬉しいです。全部全員パソコンおよびスマートフォンのアプリの方はクリックをお願いします。